最強ライン3人が5番手以降です。1番の山本勝利を先頭に5番の岸澤健太、そして7番の永井大輝、赤番過ぎます。1番の山本勝利が3番の藤井を抑えて先頭です。5番の岸澤、7番の永井を連れて最強ラインペース、6番の榎本光を4番手に乗り換えて、4番の清水剛は5番手で残り1周半を迎えます。そして3番藤井優吾は6番手、今日もどうやらまくり勝負が濃厚。1番の山本勝利が先頭です。5番の岸澤、7番永井が3番手で、その後6番の榎本4番手、高一、4番清水剛5番手。さあ最終周回、6番手から3番の藤井優吾、その前では4番の清水剛が咲きまくりですが、さあ最強ラインにまずは先制攻撃、4番の清水剛、2段掛けの体勢で5番の岸澤健太、その後に3番の藤井優吾は集団の大外で直線に向きましたが、岸澤が先頭、岸澤健太が先頭で今ゴール、2着3番の藤井優吾を追い込みましたが届きませんでした。